ラファエルのセカンドチャンネル。はい、ということで今日も調子よくね、酒を飲んで酔っ払ってるラファエルなんですけど、まあ、セカンドチャンネルちょっと頻度多くないですか。この間出したばっかりで今日も出すんですけど、あのね、ちょっと皆様に、ね、発表があるんですよ。5月、6月、7月、まあ、この辺のね、4、5、6かな。4、5、6の、この3ヶ月は、この約90日間は、ラファエルの誕生日月に設定します。はい。もう、セカンドチャンネルなんでね、ドドンとかね、効果音も一切入れないです。もう、はい、ついてないですから。やる気ないんでついてないです。456はね、ラファエルの誕生日っていうことにします、これから。もう気が向いたら、今後ですよ。今後、気が向いたらね、まあ、オフ会とかやるときはもう456。この辺をね、ラファエルの誕生日月でやりますから、もうそっちの気分に合わせて、誕生日おめでとうと、勝手に言ってくれ。90日のうち、まあ、90通りあるという形で、思ってください。もう、そういう形でいきます、もう。いや、誕生日プレゼントをね、ちょっと、知り合いからもらったって言うと、お前誕生日5月じゃねえかってなると思うんですけど、456ってことにしといてください。誕生日プレゼントをね、ちょっともらったんで、あれですよ、今日はなんてことないですよ。皆様に、この、自慢するだけの動画ですよ。いきますよ。財布をいただきました。こちらです。あー、いいっすね、これは。これは多分いいやつだぞ。あれですね。いわゆるこのクロコダイルですよ。クロコダイルの財布。ワンピースのね、あれですよ。だから、こういうことですよ。クロコダイル。ね、ワンピースの。ちょっと今滑りましたけど、これあれですよ。まあ、だからあれですよ。こういうことですよ。皆様の、おそらくお父さんぐらいになる、若い方が結構見ていただいてるんで、お父さんぐらいの方が仕事帰りに、家帰るまでの間にキャバクラに行くと。で、キャバクラに行って、まあ、60万円のお酒を何かね、ドンペリでも何でもいいですけど、開けると。で、だいたい 50% ぐらいがそのキャバ嬢の収入になります。で、50%、まあ、これ30万円ぐらいするんで、まあ、その、給料で、財布を買うと。で、このラファエルにこう来ると。で、これが、また僕が質屋に入れると、明日ね。質屋に入れて、どうでしょうか ?20 万ぐらいになるんでしょうか。で、それで僕がこの YouTube で、の経費に使うと。で、皆様に笑いを提供すると。皆様のお父さんが使ったお金がこう回り回ってきて、最終的には皆様の笑いにつながると。これすごいいいことだと思うんですよ、僕は。どうですか?すごいいいこと言ったと思うんですけど。ね、もう明日には売りに行くんでね、今のうちにね、こういっぱい僕の手垢をねつけとこうかなと思います。